トーマ・ス・エジソンの会社が製造した電信で株価情報を受信する装置。ティッカーシンボルは株式市場で上場企業や商品を識別するため付けられる不調。ニューヨーク証券取引所やナスダックといったアメリカの証券取引所で用いられているほか、カナダやヨーロッパの多くの証券取引所、またアジアにおいてもタイ、シンガポール、インドネシアなど多くの取引所で使われている。 1870年代から1970年代までリアルタイムの株価情報の取得にはストックティッカーという装置が使われた。取引時間中、ティッカーマシンは電信で株式市場からの情報を受信し続け、ティッカーテープと呼ばれる細長い紙テープに企業名と株価などを高速で印字する。ティッカーテープには企業名は アルファベット数文字の省略名で印字されたが、これがティッカーシンボルである。ここではアメリカでの使われ方を例に説明する。ティッカーシンボルの多くは会社名を短縮する形で構成されている。かつてはニューヨーク証券取引所では1桁から3桁の文字が使われ、ナスダック市場では4桁に統一されていた。そのためティッカーシンボルの桁数だけで上場先がどちらの 市場化判別できたが、現在は量子場とも1桁から4桁までのシンボルが混用される。また、4桁のティッカーシンボルの企業が2種類の株式を上場しているような特殊な場合は、5桁のティッカーシンボルを使用する場合がある。日本の証券コードは、廃止になったコードは再利用されず、欠番となるが、ティッカーシンボルは、 企業の合併や破綻による上場廃止により空いたシンボルは別の企業が使うことができる。例えば NYSE-C はかつてはクライスラーが使用していたが、現在はシティグループが使用している。桁の少ないティッカーシンボル、特に一桁のシンボルはかつては一流企業の象徴であったが、入れ替えなどにより現在では必ずしも桁の少ないシンボルが大企業のものとは、 言えなくなっている。ほとんどのティッカーシンボルは企業名を短縮したものであるが、かつて3マイクロシステムズが使っていた Java のように代表する商品名を使ったものもある。日本や韓国、中国、香港、台湾の株式市場ではアラビア数字で構成される証券コードが使われている。ありがとうございます。